タオさんは表情が豊かで、頭の回転もとても速い方です。日常会話の中で彼女は遠い側妙な言葉を次々と繰り出してきます。羨ましい限りです。このような友人と一緒にいると何をするにしても楽しいのですよ。私どもの業界における規則は代々受け継がれてきたもので、そこには数多くのこだわりが存在します。私にもそうであることは知っているものの、なぜそうなのかは知らないといった規則がまま あります。しかし勝利先生はそれらを説明するとき、矛盾することなくスラスラと語ることができるのです。こんなに詳しいお客さんがいてくれたら誰だって嬉しいと思いませんか。テンチュエンは気前のいいお方で、よく私どもの劇団に資金援助をしてくださいます。ご支援をいただいたからには、あの方に一番いい芝居を見せなければなりません。あなたもゆくあきさんのことを知っているのですね。彼は頭がよく、発想も豊かなため、少しでも油断するとからかわれてしまうかもしれません。お気をつけください。真女壁館の台本は、とうに覚え、よどみなく暗唱できるほどになっております。ただ、真女が実在の人物を参考にしてたとは、今日まで知りませんでした。縁というものは、やはり不思議なものですね。彼女がこれから友に恵まれ、孤独を感じることがないよう、願っています。劇団にいるお年寄りたちは、ロックを聴きすぎると悪い影響が出るからといって、新縁さんのライブに行くことをいつも止めるんです。口先では私のためと言いますが、目新しいものを受け入れられないだけでしょう。もちろん、あの方たちの言うことを聞くつもりはありません。新縁さんのライブは毎週見に行く。それだけです。幽変が劇を見にいらしたところを見たことはありません。街の中で偶然お会いしても、いつも急いでどこかへ向かっている印象です。劇を見るのがお好きな外国の方もたくさんいて、楓原和葉さんはその中の一人です。文化的な側面を持つ劇であろうと、武道劇であろうと、彼はいつも静かに見ています。規則をきちんと守ってくれる、とてもいいお客さんなんですよ。